はい、皆さんこんにちは。SGP フォレスター TV です。さあ、今回はですね、私のフォレスター STI スポーツとレボーグレイバックの比較をね、お伝えしていきたいと思います。まあ、これまでレボーグレイバック何回かね、乗ってきているんですが、まあ、フォレスター STI スポーツとの、まあ、比較はね、してこなかったです。まあ、なぜかというと、車のね、タイプも違うので、比較するのはどうかなと思っていたんですが、結構ですね、フォレスター STI スポーツとレボーグレイバック違いどうですかっていうようなコメントが多くてですね、まあ、今回は比較動画としてお届けしていきたいと思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。それでは、行きましょう。今ね、エンジンかかりましたが、まあ、パッと見の違いとしてはやっぱりこのあたりの印象が全然違いますよね。レボーグレイバックではフル液晶メーター、そして大型ディスプレイなどが備わっておりますけれども、こちらフォレスター STI スポーツは、まあ、SK フォレスターとなっておりますので、メーターがアナログ、そしてナビはオプションですね。8インチのディーラーオプションのナビとなっているあたり、まあ、このあたりはね、大きく違うポイントだと思います。では、出発していきましょう。で、私の車は、STI のパフォーマンスマフラーが入っておりますので、まあ、マフラー音も違うというところがあります。さらに私の車にはですね、STI の、フレキシブルパーツが3点入ってます、フレキシブルタワーバー、フレキシブルドロースティフナーフロント、そしてリアが入っております。で、まずですね、乗り心地からお伝えしていきたいと思います。こちらフォレスター STI スポーツにはアステモ製の、可変ダンパーがフロントに入っていて、でリアには STI のチューニングダンパーが、備わっている車両になります。なので今ガタガタしているね、路面走っておりますけれども、入力に対しての、当たりはですね、ほんと良くて、しっかりとサスペンションが働いているなっていうのを体感できます。このフォレスター STI スポーツのダンパーはですね、本当によく足が動くのが分かります。で、STI スポーツっていうとやっぱりスポーツっていうね、イメージが結構強いと思うので、どうしても車に硬さが出てるのかなってね、感じる方結構いらっしゃると思うんですが、いや、これ実はそんなことなくて、まあ私個人的にはフォレスターの中でも乗り味は一番良いとは思ってます。ちゃんとスポーツするところはスポーツするんだけれども、先ほどのようなね、ガタガタした路面では、路面からのね、入力を綺麗にいなしているなっていうね、そんな印象があります。で、レイバックはどうかというと、レイバックにはね、可変ダンパーが備わっていないわけですよ。そう、可変ダンパーが備わっていないんだけれども、路面からの入力っていうのはもう綺麗にいなせてるっていう印象があるんです。で、これね、やっぱり違いはどこにあるかっていうとですね、要はプラットフォームですね。このフォレスターにはね、 SGP プラットフォーム、スバルグローバルプラットフォームっていうのが採用されているんですけれども、レイバックはですね、まあ、スバルグローバルプラットフォームフルインナーフレーム構造というものが採用されているんですよ。 SK フォレスターには、スバルグローバルプラットフォームの初期のものが使われているんだけれども、レボーグレイバックにはスバルグローバルプラットフォームの次の世代の一番新しいものが採用されているので、ここら辺がね、やっぱり大きく違うところだなぁと思ってます。フルインナーフレーム構造を採用したスバルグローバルプラットフォームの車はですね、イメージで言うと、もう本当ね、車全体で路面からの入力をきれいにいなすっていう、そんなイメージなんですよ。だから乗り心地としては可変ダンパーがついていなくてもかなり良い、そんな印象があります。このフォレスター STI スポーツだと、もちろんプラットフォームのね、剛性ものすごく高くて、非常に良いものはあるんだけれども、
路面からの入力に対してのいなしっていうのはサスペンションが主な働きをね、しているっていう感じなんだけれども、レボーグレーバックだともちろんサスペンションの働きはあるんだけれども、車全体でうまくこう路面からの入力をいなしてくれているっていうね、そんな印象です。もうここら辺のねプラットフォームの違いは結構大きいと思っていて、今現行で販売されている、スバル車は、まあ、ほぼほぼ、スバルグローバルプラットフォームフルインナーフレーム構造に変わってきているんだけれども、唯一変わっていないのがこの SK フォレスターなんですよね。だからここら辺の世代の違いっていうのはどうしても出てしまっているなっていう感じはあるんだけれども、まあ、スバルグローバルプラットフォーム自体ですね、走りとしてはその SUV 単体で見た時の走りとしてはそのものすごくいいものがあるんだけれども、今現行のスバル車で比較するとちょっとやっぱり世代の古さはね感じるのかなっていう、そんな感じはしますね。まあ、この辺はしょうがないっていうところなんだけれども、まあ、ここは新型フォレスターになると、フルインナーフレーム構造を使ってくると思うので、またね印象はだいぶ変わると思います。次はね、視界に関してお伝えしたいと思います。スバル車は基本的に視界の良い車作りになっていて、どの車に乗っても安心感はものすごく高いです。ただフォレスターはその中でもズバ抜けてると思います。レボーグレーバックから乗り換えるとですね、やっぱりこの車いやー視界良くて運転しやすいなって思うんですよ。で特にアイポイントの高さがやっぱり全然違います。レボーグレーバックはね最低地上高200ミリありますが、やっぱりベースはレボーグとなっているので、目線としてはイメージ、これはイメージなんですけれども、まっすぐ水平に視線が行くっていう感じなんですが、レボーグレーバックからこのフォレスターに乗り換えるとアイポイントがぐっと高くなって、上から下を見下ろすっていう、ね、そんな、視界のイメージになるんですよ。でなおかつこのボンネットの見切りがとにかく良いので、本当に運転はしやすい。でさらにサイドのガラス面も大きいので、運転のしやすさというところで見るとフォレスターの方が運転はしやすいかなっていう、そんな印象ですね。うん、やっぱね違う車に乗るとそのフォレスターの視界の良さっていうのはこう改めてね感じる部分があって、いやこの辺は本当にねスバル車ナンバーワンだなとは思ってます。さあこれから大きめの段差を降ります。おー、やっぱ収まりいいわ、収まりいいわ。そう、あのフォレスター STI スポーツだと、まあ、他の、グレードに出やすいですねひょこひょこした動きっていうのがこの車は綺麗にこう抑えられているので、やっぱり走りの上質感っていうところはねやっぱりありますね。次はアクセルをね踏んでいった印象ですが、これもね結構違っているんですよ。パワートレインに関してはレボーグレーバックとフォレスター STI スポーツ同じです。 CB18 エンジンにリニアトロニック CVT が採用されております。ただアクセルを踏んでいった時の加速の印象は違います。ここら辺はね、CVT の多分味付けの、違いだとは思うんですけども、レボーグレーバックは伸びやかに加速していくイメージですね。スーッと滑らかに伸びやかに加速していくイメージなんですが、フォレスター STI スポーツだと低速域から力強く加速できるっていう、そんなイメージです。そう、この辺はね結構違いが出てて面白いなと思ってるんですよね。であとステアリングの印象はここもねやっぱり違いますよね。もうここも違う。レボーグレーバックは、ダブルピニオンのねステアリングが採用されておりますので、本当にステアリングを切っていった時の印象はしっとり滑らかっていう感じなんですよ。ただやっぱりこちら
世代がちょっと古くなっているので、まあ、そのあたりの印象はちょっと違うかなとは思う。ただセンター中立付近の車の動きに関して言うと、レボーグレイバックよりかはフォレスターの方が動く印象はあります。これは STI のフレキシブルパーツをつけていない時でもそう思います。今現在私の場合は STI のフレキシブルパーツが3点装着されているので、なおさらそれは感じますね。ステアリングの初期応答はレイバックよりもこのフォレスター STI スポーツ、特に STI フレキシブルパーツがついている今の状態だと結構しっかり動いてくれるなっていう感じはあります。なのでレイバックにもっとねセンター中立付近の反応が欲しい方はやはり STI のフレキシブルパーツを装着していただくと、やっぱ印象はね変わってくるかなとは思いますね。フォレスター STI スポーツにフレキシブルパーツをつけてもやっぱり印象変わるので、うん、そこら辺はねレイバックもそうなると思います。次はフォレスター STI スポーツとレボーグレイバックのね価格の違いなんですが、私のフォレスター STI スポーツはですね、今だとだいたい370万円ぐらいになってます。ただ370万円と言ってもナビに関してはオプションになるので、ナビプラス ETC とかあとはドラレコなんかつけると、まあプラス30万ぐらいは必須になってくるので、それ考えるとそうね、だいたい400万円ぐらいっていう感じになりますよね。で、レボーグレイバックに関しては、アイサイト X がついて、で、かつ、ナビも標準装備になっているんですけれども、それで、車両価格としては399万円ぐらいになるんですよ。で、価格で考えると、正直ね、そんなにね、大きな違いはないのかなとは思います。そう、なのでこれ難しいですよね。乗り味はやっぱりスバルグローバルプラットフォームのフルインナーフレーム構造を用いているレボグレーバックの方がやっぱりね、正直言うとなんかこう高級感を感じられる乗り味なんですよね。例えば入力の入り方であっても、まあこのフォレスター STI スポーツ可変ダンパーがついていて足は本当よく動く、そう動くんだけれども、こう入力が入るとちょっとねブルブルっていう感じがあるんですよ。なんだけれどもレボーグレイバックはやっぱそこら辺フルインナーフレーム構造を採用している恩恵もあると思うんですが、入力が入った時の印象もこうドスンみたいなね、結構ね高級感感じられたりするんですよね。そういったところは結構違うなぁと思うんだけれども、まあ室内空間とか、あとは X モードがあるかないかとか、あとはステアリングヒーターがあるかないかとか、で、またこれもね、選択基準が変わってくると思うので、結構ね、まあ選ぶのは悩ましいところだとは思います。だからアウトドアとかウィンタースポーツとか、そういうのを本当に頻繁にやる方にとってみるとフォレスターの方がそのユーザーにとってみて嬉しい機能はたくさんついてると思います。なんか痒いところに手が届くみたいなね、そう、そんなフォレスターっていう感じで、レボーグレイバックはステアリングヒーターもないし、まあ、X モードもない、まあ、X モードがなくてもね、まあ、全然走りは問題ないと思うんだけれども、そう、もうちょっとこの装備欲しいねっていうのが、まあ、あったりするわけですよ。ただ乗り味に関しては正直フォレスターより良い面もあるので、そう、乗り味重視の方だったら、レボーグレイバックの方が満足感は得られるのかなとは思ったりしますね。そう、ただね、どっちが良くてどっちが悪いっていうそんな、感じでもないから、本当にこう自分の、趣味に合った車をチョイスするのが一番良いかなとは思います。今フォレスターは現行スバル車の中で、
ちょっと世代が古くなっちゃっているなっていう、そんな車ではあるんですが、まあ、新型フォレスターは多分来年のお話であって、かつ価格は間違いなく上がって高くなります。そうで、そう考えるとこの現行型のフォレスターを選んどくっていうのは、まあ一つ選択肢に入ってくるのかなとは思いますよね。まあ多分 CB18 エンジンを積んだ、そう、走りの楽しいフォレスターをこの価格で買えるタイミングっていうのは今しかないと思うので、今この SK を乗っておいて、で今後新型に乗り換えるっていう手もねありますからね。このフォレスター STI スポーツとね、レボーグレーバック悩んでいる方はですね、やっぱりね、ご自身でぜひぜひ乗り比べをしていただいてね、選んでいただくのが本当一番良いと思いますので、お近くのスバルディーラーに足を運んでいただければと思います。ということで今回はフォレスター STI スポーツレボーグレイバックを比較してお届けいたしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。